Peggy 12. ストリートファイター5サマーアップデート2021へようこそ。皆様お久しぶりです。ストリートファイター5プロデューサーの松本です。ストリートファイター5ディレクターの中山です。今回も皆様に次のタイトルアップデート情報を紹介していきますのでよろしくお願いします。そうですね、前回のアップデート以降なんですけど、皆さんにローズをめちゃめちゃプレイしてもらえてます。ストリートファイターファンの皆さん、そしてコミュニティの皆さんで、インテルワールドオープンであったりエボ2021などの競技シーンでもストリートファイター5を盛り上げていただいて、開発チームものすごく感謝の気持ちでいっぱいです。そうですね、前回はオロのプレビューやアキラの膝をご紹介しました。本日はこの2人の深掘りと違う角度からストリートファイターチームのコンテンツ開発の裏側を見ていただきたいと思います。ぜひお楽しみください。では早速いきましょう。中山さん、まずはオロからですね。前回は簡単に基本技を見てもらいましたが、今回は V システム周り、実践性能を中心に紹介します。まずはオロの V スキル、 V トリガーを詳しく説明していきます。 V スキル1、鬼火はスト3シリーズの野行玉と同じように山なりの軌道でゆっくり飛ぶ被弾を放つ V スキルです。被弾が発生するまでは遅いですが、出てしまえば戦況を有利に運びやすいので、基本的には遠距離から安全な状況で発動することが多くなると思います。評判の貫ね毛足で相手を吹き飛ばした後や、相手を追尾し回避しにくい飛び道具となっている EX 版の日輪章を出した後などが狙いどころになるでしょう。うまく鬼火を発動できれば、被弾を盾にしつつ前ステップや二段飛びで相手に近づいたり、日輪章を打ち分けて遠距離で飛び道具を連発する戦法が強力です。また鬼火は発動時に方向キーと組み合わせることで3パターンの軌道を使い分けることができます。オロのトリッキーな動きと組み合わせていろいろな連携を作ってみましょう。新技となる V スキル2、ミノムシは小ジャンプから2種類の派生攻撃を出す技です。パンチボタンで派生する駆け落としは中段攻撃かつ保持はコンボを狙うことができます。キックボタンで派生する枝打ちは駆け落としより隙が少なく、ガードされても反撃を受けにくいので中距離からの牽制に使いやすい性能になっています。ミノムシはキャンセル可能な通常技からも発動可能なので、通常技から中段攻撃の駆け落としで相手のガードを崩したり、派生技を出さずに着地して投げ技を狙うといった奇襲にも使えます。オロは遠距離で発動がメインとなる鬼火、中から近距離で連携が増えるミノムシと、選んだ V スキルによって異なる距離での動きが増えるキャラクターになっています。相手キャラクターや V トリガーとの相性を考慮し、どちらを選ぶのが有効なのか試してみてください。では V トリガーの解説に移ります。 V トリガー1、万力弾を発動すると新力と空中鬼神地獄車といった投げ技が使用可能になります。投げ技なのでガードを崩す性能が上がる上、どちらも通常技や必殺技キャンセルでコンボに組み込むことができる性能になっています。癖が少なく使いやすい V トリガーなので、迷ったらとりあえずこちらを選ぶというのもありだと思います。
V トリガーには天狗石です。発動するとオロの頭上に物体が3つ出現し、オロの攻撃に追従する形で物体が飛んでいくようになります。攻撃をヒット、ガードさせた際に有利な時間が大幅に増えるので、普段できないような連携やコンボが可能になります。物体には出現率の低いレアなものがあり、ダメージやスタンチが高い、ひと時にタイマーが若干回復するなど、普段の物体より効果が高くなっています。また、天狗石は方向キーを下方向に入力しながら発動すると物体が5個になる天狗乱れ石を発動することができます。連携やコンボがさらに強力になりますが、物体が多い分 V タイマーの消費量も多くなるので、状況を見て天狗石と使い分けていきましょう。ちなみに天狗乱れ石はストリートファイター3サードストライクでは SA 天狗石選択時に使用できる特別版といった扱いでした。残る2つの SA 鬼神力と野行玉にも特別版はあったのですが、実はこの2つもスト5オロのバトルに組み込んでいます。この点も踏まえつつ、オロの実戦パフォーマンスをご覧ください。ピチョモンジャロ、中山ディレクター、オロの紹介ありがとうございました。皆さんがオロを使うところを早く見てみたいです。続いてこちらの情報になります。
even care about being the best in America. I'm the best in the world. We are here for the final event to see who wins Street Fighter League. We are excited to come back and play. It's going to be the biggest showdown. One of these two teams will be crowned. Nasser against Alpha 3. If you stand in my way, I will kill you. He's not ready for this, though. Not ready for this. Oh, you're not ready for this, though. This is only the beginning. We're going to week one. The stakes are significantly higher. Oh, my God. You're still alive. Eat your back. Oh, my God. The playoff spot is in the balance. Believe in faith. Oh my God, the block! He's doing it for his team this right now. Not easy. What yeah, sure. A slugger of a match. I'll end you quickly. I'll show you. To find better Street Fighter, I dare you! Steve. Oh, what's happening? It's so good. はい、皆さんこんにちは。ストリートファイター5シーズン5からのオーディオディレクター辻野です。今回は、ストリートファイター5のサウンド制作に関して、一部紹介したいと思います。はい、私が初めてストリートファイターに出会ったのは小学生の頃でして、これすごいゲームが出たなと、毎日放課後ですね、ゲームセンターに通いまして、ストリートファイター2の筐体に50円玉を積んでですね、毎日毎日プレイしていたことを今でも鮮明に覚えています。その中でも特に、当時から印象に残ってたことは、わかりやすい SE と、ボイスですよね。あと耳に残る BGM ですね。これはストリートファイターに伝統的に引き継がれているものですし、ストリートファイターの印象の一つと、大きな一つと言えると思います。なので2021年のこのストリートファイター5にもその伝統を脈々と継承しまして、2021年ですので、さらに新しいサウンドを取り入れるということをコンセプトとして制作にあたっております。それではシーズン5のサウンド制作の一部を紹介したいと思います。まずはキャラクターのテーマ曲ですね。シーズン5の特徴的な5キャラの個性を立たせたオリジナルテーマをベースに、踊れる BGM というものを提案しています。踊れると言いましても、ダンスミュージック一辺倒では面白みがありませんので、ファンクやジャズ、ヒップホップからハードロックまで、トラディショナルなサウンドを大きく取り入れて、今回のシーズン5の踊れるを表現しています。これからリリースされる曲を聴きながら、ぜひプレイしている方も観戦している方も一体になって楽しんでもらえたらなと思います。続いて SE です。今ご覧いただいている映像は SE 制作過程の一コマです。このようにキャラクターの動作音などをスタジオで実際のオブジェクトを使って収録することがあります。収録したサウンド素材を制作スタッフの調整を経て、このようにゲーム内に落とし込まれていきます。 SE は今まで通りを踏襲し、分かりやすい、気持ちいいがコンセプトになっています。またキャラのディティールにもこだわりまして、こんなところまで音がついてるの？というところまでこだわりが詰まっています。とはいえ、格闘ゲームは音で判断する部分も多いので、常にプレイする上で邪魔な音は極力入れない、もしくは音量を小さくするなりで調整されています。シーズン5のキャラクターには細かいこだわりがたくさん詰まっています。 BGM の音量をコンフィグで下げるとかなり分かりやすくなりますが、 BGM の音量は下げずにプレイしてください。もう一回言いますよ、下げずにプレイしてください。続いて、サウンドチームのゲーム制作以外の活動の紹介をしたいと思います。今回のシーズン5からストリートファイター5の BGM が持つ世界観を
より多くの方に知ってもらおうという考えのもと、カッポン公認のバンドであるカプチューンが各キャラの曲をアレンジしています。私辻野もそのメンバーとして在籍していますが、これなんと全員カッポンサウンド室の社員なんですね。そしてアレンジはカッポンサウンド室内からコンペ等で募集したものを演奏します。もちろんドラムも含めて全て生演奏で収録しています。それぞれのアレンジからゲーム曲とは違ったキャラ愛が感じられると思いますので、ぜひオロとアキラのアレンジバージョンにもご期待ください。皆さんからストリートファイター5のゲームに入れてほしいという要望が非常に多く届いてまして、大変嬉しく思います。ありがとうございます。実現できるようにしますのでご期待ください。今後カプコンカップや何らかの形で、皆様の前でライブ演奏ができればいいなと思っています。皆様にお会いできることをとても楽しみにしています。はい、当たり前のことですが、ストリートファイター5のサウンドは私一人で作ってるわけではありません。サウンドスタッフのみならず、ストリートファイター5に関わる全てのスタッフのおかげで、サウンドを生かされているということですね。非常に感謝しております。はい、ゲーム調整はですね、非常に楽しくプレイできるように、調整されています。サウンドはその最後の一押しになってます。はい、皆様ぜひストリートファイター5シーズン5のサウンドをできる限りの音量で楽しんでください。それでは中山さん、松本さん、お返しします。それでは引き続きゲームコンテンツの紹介をしていきます。次はシーズン5、4人目のキャラクターアキラですね。スプリングアップデートのティザー映像でアキラの姿をお見せしましたが、今回はより詳しく見ていきましょう。今回はアキラの新しいステージ、ライバルリバーサイドを作成しました。テーマは下道高校近くの河原です。夕焼けに照らされた工場の煙突が見えます。近くにはアキラのチームメイト、エッジとガンがバトルを見に来ています。ガンは大好物のおにぎりを食べていますね。それではアキラのゲームプレイデザインを見ていきましょう。ジャスティス学園シリーズからの登場となるアキラ。ごめんなさい。今回は八極拳の動きをベースに通常技や特殊技が作られていますが、原作のテイストを残しつつリニューアルされた技も持っています。八強パンチや風天襲がそういった技ですね。キャラクター全体で見ると小柄なアキラ。バトルで得意な距離は近距離となりますが、中距離でも使いやすい技も持っています。リーチが長めで、いろいろな必殺技にキャンセルできるしゃがみ中キックは牽制やコンボに活躍してくれることです。大きく踏み込みながら攻撃する立ち強キックはとてもリーチが長く、フラッシュカウンター対応技かつ当時は相手を吹き飛ばす性能になっています。必殺技はジャス学の技をスト5に落とし込んだものが多いです。ウラリモンは突進しながら肘打ちを繰り出す必殺技で、遠距離からの奇襲やコンボに使っています。先週部は下、中、上段の回し蹴りを繰り出す技になり、派生回数は原作の2回から1回になりました。攻撃回数は変更されていますが、コンボや牽制に使いやすい技です。アキラの大きな特徴として、コンボ中に相手の立ち、しゃがみを判断してその後につなぐ必殺技を選ぶことができれば、より大きなダメージが狙えるという特徴があります。もちろん相手の状態を問わず狙えるコンボもありますが、状況に応じて必殺技を使いこなすことができれば一気に相手の体力を奪うことができる強力なキャラクターになっています。続いてアキラの V システムを見ていきましょう。 V スキル1、飛行錬成は必殺技の飛行回を強化する V スキルです。強化された飛行回は個数が上がり、人後にコンボが狙えるようになります。
ジャスダックの非公開発動時のようなエフェクトが追加されるところも見どころの一つです。 EX 版の非公開は当時に相手が壁にバウンドするようになります。相手の飛び道具を消しながら攻撃できる性能になるので、コンボに組み込む以外にも牽制技としてもとても優秀な技です。空中での非公開も強化され、強化版は多段ヒットの被弾を出しながら落下する軌道になります。相手の耐久技を空振りさせながら攻撃できるので、相手に接近する手段が増える強力な技性能となっています。V スキルに通天打は相手を打ち上げる打撃技です。当時に上方向を入力すると、アキラが相手を追いかける形で飛び上がり、空中で連続攻撃を叩き込むエアバーストに移行します。エアバーストはジャス学にあったシステムを再現しています。通天打を単発技として当てた後はエアバースト、ターゲットコンボから通天打を当てた後はショートエアバーストに移行します。エアバーストの方が高く飛び上がることに加え、追撃できる時間が長くなります。エアバースト中はジャンプ攻撃を連続で繰り出すことができ、アキラにしかできない空中コンボを狙います。ある程度攻撃をヒットさせると相手が切りもみ吹き飛びになります。専用のフィニッシュ技である新天衆と EX 空中機公開以外の空中攻撃は当たらなくなるので、その点を踏まえていろいろなコンボを試してみてください。次に V トリガーの紹介となります。 V トリガー1は男の背中といった技で、実形である大悟を呼び出して攻撃してもらう V トリガーです。発動時の演出にも注目です。大悟は登場時と気を爆発させるタイミングで2回攻撃をします。大悟を呼び出した後、アキラはすぐ動けるようになるので、2回目の攻撃が出るまでの時間差を生かしていろいろなコンボや連携を狙うことができます。また大悟は一度出現してしまえば、アキラが攻撃を受けても必ず2回目の攻撃を出すようになっています。相手は下手に動くとダメージを受けてしまうので、動きを制限する技としても強力な性能になっています。V トリガーには破天の構え、発動すると専用の構えポーズを取り、ここから3種類の派生技に移行できるようになります。派生技にはそれぞれ特徴があり、ダメージが高いコンボ用の派生や ガードされても攻めを継続できる派生があります。V トリガー発動後は V ゲージが V タイマーとなり、破天の構えを最大2回発動できるので、大きく前進する特殊技の解放章やターゲットコンボの連環効果からラッシュを仕掛けていきます。破天の構えからは派生技を出さずに解除することもできます。構えを見てガードを固める相手には解除からの投げ技を狙ってみましょう。まもなくリリースとなるアキラについて紹介させていただきましたが、いかがでしたでしょうか。一度のチャンスで大ダメージを奪う効果力キャラクターとなり、うまく必殺技をコンボに組み込み相手を KO できた時の爽快感はかなりのものです。動きや技に癖が少なく使いやすいキャラクターになっているので、ぜひプレイしてみてください。それではアキラの実戦パフォーマンスをご覧ください。やりすぎちゃったらごめんなさい。Go too far. Please forgive me. Round one. Fight!
さてオロとアキラのリリース日ですが8月16日リリース予定となります。オロとアキラはもちろん同時にリリースされる追加のコスチュームとか、先ほど見ていただいたステージも含まれるお買い得のプレミアムパスが現在好評配信中です。まだ入手されていない方はぜひ開発チームの愛情がね詰まったコンテンツをチェックしてください。それからストリートファイター5ゲーム内のトーナメントモード、こちら皆さん使いやすいように調整いたしました。こちらも8月16日同時にリリースいたします。友達同士とか道場のメンバーももちろんなんですから、コミュニティでね、ガンガン使っていただいて盛り上げてもらえれば嬉しいです。最後にこちらの情報をご覧ください。皆様8月16日にリリースされるオロとアキラをぜひ楽しんでください。さてデジタルイベントシリーズを開始してから丸1年が経ちました。これまで視聴そして応援していただき本当にありがとうございます。世界中のストリートファイターファンの皆さんから好意的なコメントをいただけて本当に感激しています。2020年の5月にシーズン5が開発中であることを発表して、新たに登場する5人のキャラクターのうち4人を公開してきました。今日はいよいよ最後のキャラクターを発表します。シーズン5最後のキャラクターは完全な新キャラクターとなります。ストリートファイターに新しい物語を作り出すルークです。ストリートファイター5は過去の歴史にリスペクトを持って開発してきましたが、ルークは今後につながる人物となっています。そうですね、最終シーズンであって最後に追加されるキャラクターであるルークなんですけど、ストリートファイターのユニバースとしてもとても明るい未来を持っていると僕ら強く感じてます。それでは早速ルークの映像をどうぞ。いつかあの背中に追いつくために。さーて一丁やってやりますかねえ。サッカーすりゃ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 いけぞってあいつちぎれよっ、さっさと始めようぜ。危ないぜ。いけぞ。
けねえ。皆さんどうでしたか。今後も新しい情報をお届けするのが待ち遠しいです。ルークは今年の11月にリリース予定です。続報はストリートファイターの公式情報をチェックしていてください。はい、今回は以上となります。8月16日にリリースされるオロ・アキラオンライントーナメントモードをお楽しみに。それではまた次回、さようなら。さようなら。